はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日も少し NDI のお話をします。先日からは NDI、NDI と言っても、特に音楽をやってる僕の一番多い仲間の人は、村長何やってんだいって感じで思ってくれてた人もたくさんいてると思います。確かに NDI はオーディオのことに強くなったのは、 本最近の NDI 5.5というのができてからというのが言えるんですけれどももちろん今までも NDI は映像の中で音声も扱えていたわけなんですがなかなか皆さんに NDI ネットワークデバイスインターフェースということでお話をしてもピンとこないというのがあったんですけれども今日はもう 本命の音楽についてお話をしていきたいと思っています。はい。今画面の中央にあるのは NDI をインストールするだけでこんなランチャーのようなソフトが立ち上がります。しかし今回はこれを使うのは後になってからです。まずここにありますのが僕が今座っている前のパソコンではなくて 少し離れたところにある DTM 用のパソコンです。ここには今ドラムのループをこのように配置しています。そしてここにその本命の NDI のプラグインを入れたいと思います。これは VST3 のプラグインになっています。はい。ここにニューテックという会社の中に インプットとアウトプットのプラグインがあります。こちらは送り側の PC ということで設定をしようと思いますので、アウトプットのプラグインをこのトラックに挿入します。はい。すると、このような画面が出てきました。この画面を見ると、VST アウトプットと出ていますが、この名前をちょっと切り替えてみます。 村長としておきましょう。そしてその下はモノラルかステレオかということです。ステレオの1、2ということにしておきます。これがたくさんあるのはやはり映像のソフトですので7.1チャンネルとかそんな映画のようなサウンドも扱えるようにかなり充実したプラグインになっています。 そしてその下に20デシベルとあるんですが今日のところはこのままにしておきましょうそしてこのパソコンをわかりやすく右の方にずらしておきますそしてこちらは今僕が座っているパソコンですここでスタジオモニターというこのソフトを立ち上げます Mac では呼び名が違うんですが機能は全く同じです これを立ち上げますと黒い画面が出てきます。こんな画面ですね。このソフトは今立ち上げただけでもういりませんので下の方に隠しておきます。そうしましたらもうこの時点で NDI の信号をネットワークに送出していますのでここで右クリックをしますとマイコンピュータ、これが DTM パソコンですがここに ちゃんと村長というのが出来上がっています。このようにも選べますし、もう一度こちらの画面に戻ってみまして、これを村長の、例えば、AAA と長い名前にしたとします。たったそれだけのことで、こちらの方にはもう瞬時に名前が切り替わってまして、こんな長い名前になっていますね。ここで、 このソースを選びます。やることはただこれだけのことだけです。そしてここで再生をしたいと思います。なるべくわかりやすいように大きくしておきましょう。じゃあこれで巻き戻しをしまして再生をしますと音が流れてきます。 はい。もちろん普通に再生するのと同じで飛ばしたりもできますから、このように再生ができたわけです。いや、村長同じ部屋だから、音がどこかから聞こえてるんじゃないかということも考えられると思うんですが、ここで、 ソースを違うものに切り替えてみます。すると、はい、ここに画面が映りましたけれども、ここでもう一度再生をします。はい、このように再生していますが、音は全く来ていません。もう一度ソースを切り替えます。 もう先に再生をしておきます。このようになっているわけです。これはですから右側のコンピューターから左側のコンピューターにネットワークを通じて音が流れてくるわけです。 ネットワークの回線って皆さんもご存知のように LAN ケーブルというケーブルで繋がれていますよね。電話の線のようなケーブルです。こんなところを音が流れるのかというふうに常識で考えるとそう思うんですが、もう数年前からデジタルのミキサーの場合、例えばステージから今まではすっごく太い線ですね。 線の太さにしてみれば、例えばこんな感じ3センチ、4センチ、5センチぐらいの太いケーブルでステージからずっと引っ張ってきまして、その中にはマイクが16本あれば16チャンネルがずっと来てですね。まあそれを巻くのも重たいし、とっても大変だったわけです。でもその数年前から僕もデジタルミキサーを持っていたらですね、 そこを LAN ケーブルで繋ぐだけですから、細くて軽くてですね、設置がとっても楽な、そんな環境になったように、もうネットワークの中を何十チャンネルの音でも瞬時に送ってこれるというのは前からできています。そのように、別に LAN のケーブルの中を音が這うというのは難しい話でもなく、それは映像であってもそうなわけです。 そして今のようにこうやって選べたわけです。少し余談になるんですけれども DAW じゃなくてこのようにテストパターンを送ってみます。そうしましたら先ほどとは違ってここに2つのソースがあります。先ほどはこの村長 AAA というのをやってたわけですが今度はここでテストパターンというのをします。 すると、こちらの画面でテストパターンを変えると、このように色が変わってきます。このように映像も送ってこれるわけです。音は DAW からプラグインを通じて直接送ることもできますし、こちらは DAW で受けることもできます。今日はたまたま このモニターというソフトでこうやって選択をしたわけですけれどもこれはプラグインのインプットを入れるとこちらの方で録音できますこのようにできたら何が便利でしょうか色々いろいろ想像してみてください曲が出来上がりました他の誰かに聴いてもらいたいそれは一人の人かもわかりませんしもしくは10人の人 大阪の人、北海道の人、名古屋の人、そういうのかもわかりませんが、僕が再生すると、そこに全部一緒に転送することができます。ただし、今、ちょっと僕の能力不足で、ブリッジというソフトを通じて、それを出すわけです。このように、右側にブリッジというソフトがあるんですけれども、 これを立ち上げると、いわゆる違うネットワーク同士を送れる仕組みというのがありまして、それができるようになっています。こんな感じです。で、ここでいろいろ設定をして、そして相手のパソコンは、ここでジョインというのに変えて、そしてネットワークをします。ホストとジョインと言ってますけれども、親と子みたいな関係ではなくって、 つながってしまえば、これらは双方向で通信できることになります。このようにインターネットを通じて音声を瞬時に多人数のところに送れる。ですから皆さんが通常ミックスダウンといって、いわゆる書き出し作業をして、それをギガファイル便とかいうようなネットワークのストレージを使って皆さん送ったりしてるわけですけれども、 これも書き出しとか時間がかかりますよね。でも、これでしたら、聞いてほしい人、例えば30人に、じゃあできましたから聞いてください。いろいろ意見を言ってください。ということで送れるわけですが、まあ、ズームででもできなくはないですよね。ズーム会議のソフトでできなくはない。でも、それは、音は遅延が起こりますし、音の品質ですね。それは、 確保できないということになるんですけれども、これをやれば、そうやって多人数の人に一緒に送って、そして、あ、そこのドラムない方がいいねとか言ったら、それ外して、すぐ再生して聞いてもらう。いやいや、どっちがいいだろうみたいなことがすぐにできるようになるということです。どうでしたか音楽について NDI が なぜ必要か、そしてなぜ村長は薬器になって研究しているのか、お分かりいただけましたでしょうか今日はそんなことで、まだまだ奥が深く、僕自身も分かっていないことがまだまだあるんですけれども、皆さん、これから NDI は特別なものではなく、ネットワークのこう仕組みの一つとしてですね、自然に使っていくような、 そんな形にもなるんではないかなというふうに僕は考えています。一緒にまた勉強していきましょう。村長でした。ありがとうございました。